どうも皆さんこんにちは、ピヨッチキチャンネルエプネッシュのピヨットです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。ということで今回やっていくのはこちらでございます。ムニエル海洋発電所にて岩塩 FF クワッドホッパーのブラック、ジムワイパー、人分式竹筒銃こうでやっていきましょう。それではスタート。そうジムワイパーがいるのかなりでかいですね。岩塩は一発40か、スライド後も変わらず40のはずなんで、まあなるべくスライド使っていきたい。あれスライド後40だっけ、ダメージ変わってた気がするな。ちょっと低くなってた印象。スライド後のダメージ見たかったな、あの一瞬だけ。まあ次回ちょっと覚えてたら見ましょう、間の時間にね。ってことで人4式だけですけど、よろしくお願いいたします。さあ普通優勝等で、通常しよう。特殊ウェーブ、おっと完結戦ですね。あ、来た、カモーン、おー落ちたわ、どこ行った、ほっ、せっかくだしここも開けましょう。いろいろとヒントになるんでね、開けとくだけで。どこだ、まあ奥のどこかだね。よはいはい、よいしょ、オッケー、行く、行った、ほっ、いろんな場所開けてみる。こっちかな、よいしょ、カモーン、せっかくいい場所で開いたからこそみんな落とせ、ナイスすぎる、間に合うか、よっ、よいしょ、これに関しては戻してくれりゃいいかな。あーやりました、ほい、さあ納品数は余裕で足りてるから塗ってもいいんだよな、壁とか。私はもう壁塗りに行きましょうか。ひどいもの。もうひどすぎる。ガドッパとブラックです。通常上特殊ウェーブ何出てくるかな、こっち見ましょう、何かわかんねえし、よろしゃけ、運び屋とかはわかるんですけどね、事前に。よろしゃけはね、完結戦とか運び屋はわかるけど、よろしゃけはだいぶ厳しいですね。さあ、帝王以下なんで、まあメガホンとかホップトリプルトルネードがいない分、まあそもそも足りすぎるかこれ、ムニエルだ、よっ、ほいほい、イカロールが下手ですね、よいしょ、イカロール以外も下手だわ、そーれホームランじゃないんだよな、上取れんの偉いな、スナイパーが受け持ってくれてる間に入れましょう。オッケー、よいしょ、んこれ持ってってくれるな、あと3つ、見た感じ持ってきてくれそうだから一旦放置、納品されてるしね、残り20秒で持ってきてくれるかと言われたら、あ来てる来てる、オッケー、ナイス、ほっ、ほっ、ほっ、ナイス、えらい、ナイス、いい感じですね。まあ特殊ウェーブの中でもかなり難易度低めな方を引いてるっていうのもありますが、ガイン FF 満足、特殊まさかの特殊、
さあ運びや、私どうすんだよこれ。帝王3つ残ってん、3つじゃん、帝王残ってんのにさ、第3ウェーブでなんつうゴミ捨てを残ってしまったんだくらいのレベルになってしまった。ガエムが届くかな。ほっほっほっ、待ってるから、ほっ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 、よいしょ、はいはい、はーい、はい、おーい、はい、はい、よいしょ、はい、よいしょ、気持ちよさそう、そうだね、よいしょ、こうなるんだったら最初のモグラとかで使っておいても、モグラとかそこら辺のやつで使ってよかったな。さあ、カニの音、ひいてこの水、よいしょ、ゴン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 、ナイス、してるわ。てか僕敵倒してなさすぎね。ああ面白い。一発40か。ああ面白い。3人落ちたの面白すぎる。しかもうち2人はスライド使ってギリギリで落ちる人で、もう1人は多分ジムワイパンダメギリで落ちたよね、あれ。よろしくお願いします。仲が良すぎる。ちょうど次でスケジュール更新が入ってチーム解散されちゃうのが惜しいレベルだわ。さあどこだ、あー向こうかな、ベルト。よーいと、飛びまーす、カモンカモン、よいしょ、ナイス、よいしょ、ピカロールが一切使えない。前と比べてコントローラーを変えた影響なのか、私がただただ下手くそなのか、どっちかは分かんないけど、多分後者、多分どちらかって言われたら後者ですね。まあ、それかちょっと反応が悪くて、あのいつもとイカロールするためのボタンの切り返しとかがさ悪い可能性もありますが、ここら辺はよく分かりませんか。まあ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 、ほっ、よくもやってくれましたね。よいしょ、よいしょ、パーダパッと滑っていく方、よく削りたいと。オッケー、せめてあっち側のもう片よく削りに行きましょう。まあ残り時間的にはそこにある部分、こっち側に海岸沿いに投げると結構時間伸びるんだけどな。そうするとね、微妙になんか納期への猶予が伸びる気がするだけ。
さあ通常しよう特殊ウェイ、何が来るかな。ガルシャケ、うわやべえの見えた。どう考えても竹じゃ対処できねえものが見えた。向き的には外れですね。よいしょ、ヤッホー、はい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 、ノキが間に合うでしょ、多分残り60秒で、まあ半分くらいだから。オッケー、ほいほい、ほっ、あ、これ向きいいじゃん。せめて持ってくだけ持ってってもらいましょうか。ナイス、ナイスナイス、ありがとうございます。やった。はい、やった。あーこー。よいしょ。ほっ、ほいしょ。さあということで第3ウェーブか、次最終ウェーブ、トリプルトルネードもうちょい使ってもいいと思ったんだけどね。まあ納品数は足りてるし、高低差もあって倒しづらい場所には湧いてないんだよね。泥酒がよ、よっこいよっこいよっこいしょ、よっこいしょ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 。あーどうするこれ、これはさせないよ。あ、200ダメージは入ってたか。あっち側の納品担当してみましょう。あれ、私ね、大会よ、このタイミングのタワーは全く想定しなかった。ありがとう、助かります。ということでナイス勝利。絶滅危惧種の4系スコープ使い、4スコはそうなのか、絶滅危惧種なのか分かんないけど、無印は確かに絶滅危惧種かも。だいたいカスタムだよね、いるとしても。スコカスは見るけど、無印のスコープは確かに少ないけど、まあそれよりソイチューバーという絶滅危惧種がいるからな絶滅危惧種というか、もう絶滅種に近えぞあれ。見つかったら新聞に載るレベルの絶滅種みたいになってるか。もう滅びた、見つけたらいたのか、まだ私たちの知らないところで生き延びていたんだみたいな、そ
そんなレベル。ソイチューバー使いってあんま見ないもんな。いると強いんだよな、マジで。この荒波の中生き残ってきてるからすげえ強いんだよ。さあガンエフェフェ、よろしくお願いいたします。さあ艦長です。よいしょー、よいしょー、壁とか塗りましょう。よいしょー、いいよ、ほいっと。まあ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 、まあ、えらいえらい。よいしょ、オーケー。ヘビ見えたし、明らかにあの位置に留まるべきではなかった。まあまあまあ落とさないくらい。倒れたからだと思ったら想像以上伸びてきたな。ありがとう。はい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 。ガエンの射程的にはおやつです。オッケー、いいよ。さあ残り30秒ぐらいで10個ぐらいだから、オッケー、オッケー、えらい、納品足りたよと。おわっと、うわー、ねえ、イカロールミスった瞬間に悟って普通にスライドしたの偉いな。まあそもそもミスることが偉くないんだわ。そこはまあ一旦置いといて。さあ通常ショート特殊ウェブ、今回特殊多いですね、マジで。そういう周期、しかも特殊で出てくるやつがいずれもすげえなんか難易度の低めな。もう一個くらいは出してもらわねえと困りますぜ。開けて、よいしょ、オッケー、よいしょ、あ、こんなにいるとは思わなかった。ナイス、こんなにいるとは。どこだ、あえーし、倒せねー、どこ、なー、そこか。いいとこ通ってくれるといいが。よいしょ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 、これで落ちたね、ナイス。とりあえず納品数足りました。おーよっと、ほい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 、おー、さあラストいきましょう。ラストジムワイパー、毎回毎回スペシャルが残ります。あー特殊ウェブだ、何これ、まずそうだからこっち行きましょう。ドロシー、あら運いいね、特殊ウェーブの下手すりゃ光映えグリルみたいな状態で来るのに、ここまで来てたら。おっと、みんなやっぱ余ってますね。よいしょ、はーやっと、はーやっと、
ちょーい待って、はまって動けなくなった。どすこいに挟まれた。ナイス、あと8個。よいしょ。あ、これもう持ってってもらいましょうか。普通に納品して下から上がってくるやつをもう一回仕留めた方が早い。よいしょ、ナイス。入んない、入んない、ナイス。よいしょ、ナイス処理。オッケー、いい感じじゃないですか。いやー、特殊ウェーブの運が良かったっていうのは十分ありますね。本当に毎回毎回第3ウェーブまでスペシャルが余りまくってた。しかもスペシャルが余ってる状態でもかなり余裕持ってできてるから、これはかなり当たりですね。私は死にすぎですね3デスしてる。まあ状況的にしょうがないですと、お前ちょっと油断してただろっていうテストがありますね。蛇とかに横から小突かれたのとかまさにそうですしね。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。